こんにちは、みなっちです。今日は HP コンパック NX9030 2004年秋モデルのノートパソコンを紹介します。 BIOS を起動させるために電源を入れます。で F10 を押してあげて BIOS が上がりました。 CPU はインテルセレロン M3401.5GHz が載っています。液晶は15インチの TFT になっています。メモリーは、2GB DDR-PC2100 が載っています。ハードディスクは 30GB。 グラフィックはオンボードの 855GM チップセットが載っています。で OS は Linux Bean の 14.042 をインストールしてあります。こちらのノートパソコンはハードオフで1080円で購入してきました。天板部分は、綺麗だと思います。側面に行って、まず音量の調節、ヘッドホン端子とマイク端子。あとこれは IEEE ってやつですかね。まあ使ったことないですけど。で、PC カードスロットが2つ。で、モデムのモジュラーを挿すところがあります。で、背面には、画面出力の D-Sub15 ピン、PS2 のポート、有線 LAN と、あと USB が2つ、あと電源になります。で、反対側の側面には DVD ROM と、バッテリーを挿す、ところがあります。まあ、PS2 ポートがあるっていうのがちょっと古さを感じるパソコンになってます。で背面はこんな感じになっています。ちょっとネジを開けてみたい。ということで、開けれる場所が2つあるんですけど、こちら側はメモリーが刺さってます。1ギガのメモリーが2枚、マックス2ギガなんですけど、刺さっています。あと、ここにネジが1個あって、ここを外すと、ハードディスクをここを、こういう感じで抜くことができるようになっています。ハードディスクは SATA ではなくて ATA 規格のハードディスクになっています。ここに無線 LAN を挿すところがあるんですけど、実は無線 LAN を3つほど100円で買ってきて試したんですが、どれも、ダメでした。刺さるには刺さるんですけど、ドライバーを認識させることができなくて、使えないという結果になりました。例えばこの無線なんかインテルの無線でなんか使えそうな感じするんですけど、ちょっと Linux Bean ではドライバーを出ることができませんでした。 Windows だったらもしかしたら使えるのかもしれないです。メモリは 1GB 1枚108円で2枚購入してきました。それでは電源を入れてみます。ということで、起動はまあ早いとは、全然言えない感じになってます。動作チェックをしていきたいと思います。Linux Bean 14.04 のシステム要件が、ハードディスクが 10GB、CPU が Pentium M 以降、メモリが 384MB 以上となっているので、このノートパソコンはギリギリ要件を満たしている、機種になります。まあ、一時期いろんな Linux 系 OS を試してみた時期があったんですけど、やっぱり Linux Bean が一番動作が安定して、軽いんじゃないかなと個人的には思っています。どれぐらい動くか試していきたいと思います。まずはタスクマネージャーを立ち上げて CPU とメモリの使用率を上げておきます。この状態で、ウェブブラウザーを起動します。ブラウザーは Chromium ブラウザーです。はい、上がりました。では YouTube で、ちょっと私の動画のところに行ってみたいと思います。こんにちは、みなっちです。今日紹介する
こんな感じですね。ちょっとタップが効かなかったりしましたが、一応動き、360p に今設定されているんで、この状態で電車が通過していくシーンを流していこうと思います。上の方に CPU とメモリの使用率が表示されています。それではスタート。CPU は 100% に張り付きましたが、なんとか動画はギリギリ流れてるんじゃないかなという印象になります。ややカクついてる感じもします。じゃあ試しに 480p に変えてみたいと思います。この辺も時間かかりますね。で、ちょっと巻き戻してあげて再生します。やっぱり480だともう完全にカクついてるなという印象になります。まあ、CPU は 100% ですけど、メモリは意外と使ってないなっていう感じですね。はい、こんな感じです。で、私の動画の一覧のページを開いてみると、こんな感じですね。まあ遅いですけど、使えないこともないのかなという感じです。Yahoo を開いてみます。こんな感じになります。で、LinuxB についてなんですけど、バージョンは 14.042 で、このコンパック NX9030 で動作させた限りの話なんで、他でどうだかはちょっと詳しく言えないんですけど、LinuxBean はそもそも Ubuntu から重い処理とかソフトを省いた OS で、ロースペックのパソコンをターゲットにしているんで、それで OS を選びました。ブラウザが Opera が標準で入ってるんですけど、 Opera だと YouTube を動作させることがちょっとできなくて、なんとかすればできるのかもしれないんですけど、Opera すごく速くていいんですけど、ちょっと諦めて、Chromium OS を使って、YouTube が見れる状態になりました。で、このノートパソコンだいぶ古くて、もう動画をたまに見るぐらいしか使ってないんですけど、なかなか手放せないでいるのは、これコンパクって名前が、ブランド名で使われているからです。私昔コンパクプレサリオっていうデスクトップ PC、これペンティアム 75MHz のデスクトップだったんですけど、それを使っていたこともあってコンパックが、好きです。で、コンパックって2002年に HP に吸収されて、会社としては消えてしまったんですが、その後もしばらくブランド名としては使われていたようです。で、この NX9030 というのは吸収された2年後のモデルに、なっているようで、コンパックというブランドを使ってくれているんで、非常に愛着があるということです。あともう一つは DDR メモリー、DDR1 という言い方はないと思うんですけど、 DDR2 になる前の、世代のメモリーのパソコンを1台残しておきたいなと思って、このノートパソコンを保有しています。長く使っていきたいなとは思ってるんですが、液晶のバックライトがだいぶ弱ってきていて、今これバックライトをマックスまで明るくしてやっとこの明るさが出てる状態になるんで、いつまで使えるかなと、心配しています。今日はハードオフで1080円で買ってきたノートパソコン、コンパックブランドの NX9030、LinuxBean 14.02 と Chromium OS で、動画を見るぐらいであれば安定動作させることができる、ノートパソコンを紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。